皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の8月の7日金曜日ですね。時間が現在日本時間の9時49分ですね。約50分ぐらい予定より遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたようにスクープですね。日本への原爆投下を決定した米英首脳極秘会談のメモ、ハイドパーク補佐官メモの原本も見つけたというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブの通算が3054回目ということで、現時点で音声も映像も問題なく配信されているということです。野口さん、コンティニューコイン、2枚ですね、お待ちしてました。今日はお友達と聞いてますということで、 ありがとうございます。ということで今日金曜日の放送を始めます。最初は第1部ですね。私の情報発信活動ということで、昨日の放送のメインテーマをブログ過失訂正してブログ化したということで、それを今朝配信しましたと。テーマは、昨日の2つあったんですね。1つは5つの革命的変化とは何かと、から2つ目は今日のメインテーマで続きですけど、秘密協定ハイドパーク協定で原爆を日本に落とすことは1年前に米英首脳が決めていた、とんでもないことが決められてたということなんですね。ということです。そして昨日のブログサイトですね、私の杉並からの情報発信です、これの訪問者数ですけど、IP アドレスが866、ページビューが4003というふうになっています。そして昨日のテーマを YouTube の表紙にこのように、ビジュアル化して、いただきました。2つあったんですね。1つが5つの革命的変化とは何かと、それから2番目が秘密協定ハイドパーク協定ということで、これがですね、今日の、私のメインテーマとして、これ表紙を作っていただいている方が独自に入手したオリジナルのハイドパークメモなんですね。でこれとそれからルーズベルトとチャーチルが会談しているという、このハイドパーク会談の時の写真ではなくて、別の機会の写真なんですけど、この2人が日本への原爆投下を決めたと、とんでもないことを決めたということで、この2人は悪魔でしょうね。鈴木恵子さんの言葉で言うと、ルーズベルトもチャーチルも悪魔であるということで、です。ということで、現時点での昨日の視聴者数ですけど、ツイキャスが218名様、YouTube が137で、合計で355名というふうになっています。そして早速今日のメインテーマになりますね。スクープ、日本への原爆投下を決定した米英首脳極秘会談のメモ、ハイドパーク補佐官メモの原本を見つけたということで、その原本がの写真がこれなんですね。非常に短いんですよ。アグリーメント3か条しかないんですね。トップシークレットって書いてあるんですね。それで、メモの表題が、この中部、なんだこれ、アロイエ、そうですね、中部アロイズか、中部アロイズです、 ALOYS ですね、中部アロイズと。これは直訳すると、
合金の管ってことなんですけど、これはイギリスが実行してた核爆弾の開発計画のコードネームなんですね。チューブアロイズで、これが発展して米国主導のマンハッタン計画に発展したということで、第二次世界大戦中初めてイギリスが単独でこのチューブアロイズというコードネームで核爆弾の開発プロジェクトを立ち上げたということで、この極秘会談の補佐官が記したメモの表題がこのコードネームになってるんですね。ということです。それで私は昨日木曜日ですね、2020年8月6日の放送のメインテーマでハイドパーク秘密協定を取り上げ、ルーズベルト大統領とチャーチル A 首相は広島と長崎への原爆投下の1ヶ月前、1944年9月18日に極秘会談をして日本への原爆投下をすでに決めていたことを暴露したと。そして、今朝ブログ記事で配信しましたということなんでね。で、まあ、あのブログ記事のタイトルとそれから URL が次に書いてあって、そして今夜の放送ではこの米首脳極秘会談で決めた内容を補佐官がメモしたハイドパーク補佐官メモを発見したので、これを取り上げるということになってですね。 K さんですね。コンティニューコイン、2枚ですね。それで情報ソースとしてはこのハイドパークエッドメモワールと、こういう、ブログのサイトが、ブログじゃない、インターネットサイトがあるんですね。最初の導入部分だけ読みますと、The short agreement between President Franklin Roosevelt and British Prime Minister Wilson Churchill dubbed the Hyde Park Aid Memoir was an attempt to ensure nuclear weapons would remain only in the U.S. and Great Britain's possession. Written in 1944, the agreement also reveals that plans of the two leaders to use the bomb against Japan, as well as Churchill's immense distrust to Niels Bohr.ということで、フランクリン・ルーズベルト大統領とイギリスのウィンストン・チャーチル首相の間のハイドパーク補佐官メモと呼ばれる短い合意は、核兵器が米国とイギリスの所有物にのみ残ることを確実にする試みだったと。で、1944年に書かれたこの合意は日本に対する原爆を使用する2人の指導者の計画と、からチャーチルのニールス・ボアに対する根深い不信感も明らかにしていると。このボーリス・ボアっていうのは核開発の中心人物なんですね。デンマーク人の物理学者で、1922年に、物理学賞を受賞してるんですね。ノーベル物理学賞。非常に才能豊かな物理学者で、そして英国に渡ってこの英国が始めた核兵器開発計画の責任者であり、その後米国に渡ってマンハッタン計画の中心的な人物として働いたと。これに対してチャーチルはこの核兵器の秘密をですね、ソ連に漏らすんじゃないかと、ロシアに漏らすんじゃないかということで、かなり根深い不信感を持ってたと。このこともこのメモの中に出てくるんでね、第3項にね、ということです。で、これの原文、原本の原文と英文と日本語訳ということで、トップシークレットって書いてあるんですね。
それでタイトルがチューブアロイズで、コンクルージョンオブディスカッションビトゥインザプレジデントエンザプライムミニスターアットハイドパークセプテンバーオブ1844ということで、ザ・プレジデントっていうのがルーズベルト米大統領、それからミニスタープライムミニスター、これチャーチル英首相で、アットハイドパークと、これはですね、ニューヨーク州にある、フランクリン・ルーズベルト大統領が生まれ育った町なんですね。ハドソン川に面しているということで、ここに彼の私邸があったんですね。それで1944年9月18日にチャーチルがこの私邸を訪れて、このハイドパーク秘密協定というのを結んだということで、このハイドパークというのが出てくるんですね。で、September of this week, 1944年9月18日にこの会談が持たれたということで、この情報は秘密にされてたんですけど、1972年に情報公開されて公になったんですけど、日本ではですね、学者もそれからジャーナリストも野党の議員もあるいは核廃絶を目指す市民活動家も誰もこのことを、この情報を得てないと、知らないとこういう状態ですよね。こんな重要な情報が隠され、でもオープンにされたにもかかわらず、なんで日本の学者、野党政治家あるいは市民運動家、ジャーナリストがこのことに気づかないのかと、あるいは気づいても報道してなかったのか分かんないんですけど、ということなんですね。で、1944年8月、9月18日にハイドパークで大統領と首相が協議した結果ということですね。で、1、2、3なんですね。1、The suggestion that the world should be informed regarding tube alloys with a view to an international agreement regarding its control and use is not accepted。で、このチューブアロイズについて、その管理と使用に関する国際合意を視野に入れて世界に情報を提供すべきであるという提案は受け入れられないと。 Not accepted、ね、The matter should continue to be regarded as of the top secret。で、この問題は引き続き極秘とみなされるべきだと。But when a bomb is finally available, it might perhaps, after mature consideration, be used against the Japanese, who should be warned that this bombardment will be repeated.Until they surrender。 しかし、この爆弾、原爆ですね、爆弾が使用可能になった時、熟考の末、この原爆は降伏するまで繰り返し、投下されることを警告するために日本人に対して使用されるだろうと、ここに書いてあるんですね。第1条ですね。で、2つ目、Full collaboration between the United States and the British government should continue after the defeat of Japan unless and until terminated by joint agreement。 米英政府の完全な協力は日本の敗戦後も共同合意によって終了されない限り継続されるべきであると。から3つ目、No.3 Inquiries should be made regarding the activities of Professor Bohr and step taken to ensure that he is responsible for no leakage
of information particularly to the Russians。 で3番目がボーア教授の活動の調査及び彼が特にロシアへの情報移動させない責任を確実にするための処置について調査する必要があるということだね。そして、中として、まあ、1,2,3,4,5,6 として中を挙げたんですけど、チューブアロイズというこのタイトルは合金の管という直訳なんですけど、実は米国のマンハッタン計画以前の第二次世界大中世界大戦中に英国が実行した核兵器開発計画のコードネームなんですね。英米との間で核兵器開発の可能性を高レベル機密として管理していた際にこの暗号名が使われたと。チューブアロイズから2番目、ザ・プレジデントって書いてあるんですけど、これは言うまでもなくルーズベルト、アメリカ第32代大統領なんですね。ザ・プライム・ミニスターっていうのはチャーチル、A 首相と、からハイドパークっていうのは先ほど言いましたように米国のニューヨーク州ダッチェス郡にあるハドソン川に面した町と、で、フランクリン・ルーズベルト大統領の出身地として知られ指定があったと。ここで会談が行われたということですね。から September of 18, 1944年9月18日というのはこの日に、英国のチャーチル首相がルーズベルト大統領の私邸を訪れると。そしてこのハイドパーク秘密協定の会談をこの日に行ったということで、原爆投下が翌年の8月6日と9日ですから約11ヶ月前にすでに決まってたということなんですね。そしてプロフェッサー・ボアと、1922年にノーベル物理学賞を受賞したデンマーク生まれの物理学者と、英国の核開発計画チューブ・プロイ・アロイズと、それから米国の核開発核兵器開発計画マンハッタン計画の両方に、中心人物として参加したと。これに対してチャーチルは非常なロシアに、秘密を漏らすんじゃないかという疑いを強く持ってたということがこの補佐官メモの中に第3項で出てますねということです。そして、画像としてさっき、お見せしたこれですね。これが原本なんですね。このルーズベルトとチャーチルが秘密会談を行ったハイドパーク秘密協定を合意事項を補佐官がメモったメモなんですね、これ。そして2枚目がこの当事者2人ですね。ルーズベルトとチャーチル。で、ルーズベルトっていうのは実際は歩行できないんですね。車椅子で移動するしかないんですけど、彼は必ず車椅子の写真は撮らせないということで、あたかも健常者みたいな形で、しか写真は出てないんですね。そして3枚目がこのハイドパークにある、ここで秘密会談が行われたと、ルーズベルト大統領の私邸ですね。ということです。今日のメインテーマはほとんどの日本人が知らないという極秘情報ですけど、1972年に情報公開されているにもかかわらずほとんど誰も取り上げなかったと。で、鹿児島大学の教授が木村さんという人かな、一人が唯一取り上げたらしいんですけど、それが全然、拡散されてないという状況ですよね。砂ずきんさん、なぜドイツでもイタリアでもなく日本が選ばれ、戦後73年も経つのに占領状態が続いているのかと、
根底に人種差別がある。そうですよ、完全に、黄色人種に対する人種差別があるからでしょ。だから1944年の8月18日っていうのは、まあ、日本の敗戦も確実されていると以上にナチスドイツの敗戦も確実されてたんですけど、ドイツ、ナチスに対してはこの原爆は使わないと、日本に使うとこういうふうになってますんで、黄色人種に対する人種差別そのものですよね。雪丸まさん、チューチュースタンプですね。から K さん、コンティニューコインですね。で、砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それからいつものように砂ずきんさんが初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが手段話し行為があってから禁止と、このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということで、いつもありがとうございます。から石森さん、山崎康彦氏ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと、それからコンティニコイン配信ありがとうございますと、それから野口忍さん2つですね。そして今日はお友達と聞いてますということでありがとうございます。そして今日の放送の前ですね、井上隆子さん、レバノンのベイルート爆発の疑惑の貨物の荷主はジョージアだったとの情報がありました。ロシアではないらしいと。そうですね、ロシアの荷主という情報もあったんですけど、 AFP の情報だとジョージアってなってますよね、ということです。グルジアですよね、元のソ連共和国の一つの共和国が独立してグルジア共和国になって、それが名前を変えてジョージアになったんですね。今日のメインテーマのポイントだけアップしますね。これは日本人全員が知るべきでしょうね。だからアメリカ国民の、まあ、ほとんどがですね、原爆使用はやむを得なかったと。もしも原爆を使用しなければ米軍が日本本土に直接上陸するということになると、猛烈な抵抗で米国の兵士の死傷者が20万30万人単位で出ると、その損害を回避するために原爆、広島長崎の原爆はやむを得なかったという嘘のですね、世論形成がされて、アメリカ人の、まあ、何割ですかね、6割か7割はそれを信じてるんじゃないですか。で、日本人も、この実は1年近く前にルーズベルトとチャーチルがすでに日本に投下するのを決めてたということを全然知らないですから、このようにですね、広島の原爆慰霊碑に安らかに眠ってくださいと、過ちは二度と繰り返しませんからということで、あたかも日本国民がこの過ちをしたと、原爆投下を引き起こしたんだというような、全く間違ったメッセージがこのように主として書かれてるんですよね。本来だったら違うでしょ。安らかにお眠りくださいと。この原爆を投下した戦争犯罪人、ルーズベルト大統領とチャーチル首相に対する、の責任を徹底的に私たちは未来英語を追求しますという碑文にしなくちゃいけないんですね、本来はね。砂ずきんさん、ジョージア、グルジア、ジョージアといえば浮かぶのはアメリカの州ということ、そうなんですね。だからアメリカ寄りなんですよ。
ここのジョージアの大統領が、プーチンが北京オリンピックの開会式に出席してる感激を塗って南オセチアという、領有権を主張してたところに侵攻して、それでプーチンがいない間に、戦争で勝てんじゃないかというバカな妄想で戦争を開始したんですけど、急遽プーチンが戻ってですね、大反撃で、2、3日で、完全に制圧したとい う, う, う今でもあるじゃないですか、ジョージアっていうのはアメリカ寄りでしょうね。石森さん、米は上陸作戦よりも最近兵器を使う予定だったと本で読みましたと、岩波新書、あ、そうなんだ、昭和史、まあそうでしょうね、原爆を使わなければ最近兵器使ったでしょうね。何でもありですよ、アメリカは。ということで、あ、そっか、今日のポイントで、昨日の放送の中で、この米首脳が秘密会談で開発中の原爆を日本に使うということを決めてたっていうことね。広島と長崎の原爆投下の11ヶ月前にすでに決めてたと。そのことを暴露して、今朝ブログ記事で配信したよということなんですね。それで、ブログ記事の一応アップしておきますかね。配信したブログ記事、タイトル、そこから URL、 そして、今夜の放送では、この米英首脳極秘会談で決めた内容を補佐官がメモした、ハイドパーク補佐官メモを発見したので、これを取り上げるということなんね。で、この情報ソースのサイトのタイトル、情報ソースタイトル、中部、あ、ハイドパーク、中部、あ、エイドメモアルって言うんだ、ハイドパーク補佐官メモって言うんですね。こういうタイトルのサイトがあるんですよ。そこに原本の写真から文章が載ってたということですね。で、これのURL はここです。それでハイドパーク補佐官メモの英文と日本語訳ということで、最初ですね、1、2、3、3項目しかない非常に短いアグリーメントなんですね。で、1、中部アロイズについて、その管理と使用に関する国際合意を視野に入れて世界に情報を提供すべきであるという情報提案は受けられないと。
情報公開なんかとんでもないと。で、この問題は引き続き、なんか目がしょぼしょぼしてよく見えなくなってない。で、この問題引き続き、極秘とみなされるべきであると。しかしこの爆弾が使用可能になったとき、熟考の末に後の爆弾は降伏まで繰り返されることを警告するため日本人に対して使用されるだろうと。繰り返し使用されると、降伏させるまで、降伏するまでということで、マイナス6か。この問題は引き続き極秘として、公表され、秘密にされるべきであると。で、その後ですね、これを、それで日本に降伏するまで繰り返し使われると、こういうふうに言ってるんですね。これは2つ目。これは米国と英国が日本が降伏した後もですね、緊密に協力し合うという内容ですね。2番目。から3番目が、そのボア教授に対するチャーチルの根深い不信感。このボア教授が秘密をですね、ロシア、あ、ソ連か、ソ連に、漏洩するんじゃないかということで、漏洩させないためのさまざまな仕組みを研究しなくちゃいけないと、こういうふうに言ってるんですね。それで、中ですね、このチューブアロイド、アロイズ、このタイトル、これはチューブアロイズはとは、米国のマッハッタン計画の前に、第二次世界大戦中に英国が実行した核兵器開発計画のコードネームと。いうことなんね。マッハッタン計画にその後発展するんですね、これは。だから核、原爆の開発の中心は最初はイギリスだったんですよね。で、チャーチルが主導したんですよ。だからチャーチルがわざわざルーズベルトの私邸に訪ねて、もうほぼ最初の原爆は開発済みだということで、ウランの原爆、広島に投下された原爆はもう使用可能だという段階で、わざわざルーズベルトの私邸を訪ねて、日本に使うんだとこういうふうに提案したのはチャーチルですよね、これね。からザ・プレジデントとザ・プライムミニスターっていうのは当然ながらルーズベルトとチャーチルのこと言ってるんですね。チャーチルっていうのは悪いやつですね。あれ悪魔ですよ、本当。第二次世界大戦を4年間も延ばしに延ばしたのはあいつなんですよね。途中で何度も和平の可能性があったのを全部
和平工作を潰して、戦線を北アフリカまで拡大させて長引きさせたと。チャーチルですよ。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。コンティニューコイン2枚とお茶枠10ですね。でハイドパークっていうのはニューヨーク州の小さな町で、ルーズベルト大統領がの出身地なんですね。そこに私邸があったということで、ハドソン川に面した小さい町ですよね。ニューヨークからなんかハドソン川で2時間ぐらいかかるみたいですね。そしてセプテンバーオブ18, 1944, 1940年9月18日、これはハイドパークにあるルーズベルト大統領の私邸をチャーチルが訪れて、1944年9月18日に極秘会談を持ってこのハイドパーク秘密協定を結んだという日なんですね。それからこのボア教授、チャーチルが疑ってたボア教授は何者かと。彼は1922年にノーベル物理学賞を受賞したデンマーク生まれの物理学者と、英国の核開発計画チューブアロイズと米国のマンハッタン計画両方に参加してるんですね。中心人物ですね。というのが今日のメインテーマです。ということで、写真もそうですね。写真3枚取り上げました。そして関連ですけど、これがあれですね、今日のトピックスのトップにハフィントンポストの記事を取り上げたんですけど、チェ・ゲバラがですね、広島の原爆記念碑に献花したいというふうに言って、来たと、来日した時の写真なんですね。彼軍服なんですよね。ということはキューバ革命を成功させた半年後に来たんですね。だから軍服着てるんですよね。それでこちらも副官みたいな兵士と、それから在日のキューバ大使館の大使かなんか2人を連れて来たんですね。これが1959年7月29日ですって。8月6日の原爆記念日の前に献花したいというふうに言って、で単独来たんですね。で彼が何言ったかっていうと、君たち日本人は腹が立たないのかと。普通に腹立ちますよね、アメリカに対して、あるいはチャーチルに対して、ルーズベルト大統領に対して。これは記念的な写真ですよね。でこのチェ・ゲバラはその後
ボリビアでゲリラ活動中、8年後か、1967年、政府軍に射殺されたということで、39歳だったんですね。K さん、コンティニューコインですね。実態はそんなもの。誰が、確か去年頃、チャーチルを霊賛した映画、ウィストン・チャーチルとがヒトラーを世界から、私見ましたよ、これ。英雄なんですね。ヒトラーと戦って勝利した。実は、彼はイルミナティですからね。悪魔ですよ。ルーズベルトも、非常に尊敬された大統領として通ってるんですよね。イルミナティは隠されて、悪魔であることも隠されてということですね。何でしたっけ。今日のメインテーマの次は、推奨本の朗読か。そうですね、いつものように、これ石井妙子著、女帝小池百合子、これの第26回目の朗読で、第3章虚職の階段で、2つの説、女性キャスター40歳の壁と、この人と結婚したい相手は東大助教授増添ですよね。ここを読みますね。実名は出てないのかな、東大助教授って。で、女性キャスター40歳の壁と、東西冷戦構造の終結は日本の政治状況にも大きな変化をもたらしたと、ワールドビジネスサテライトのメインキャスターになって3年が経過する頃から、現場のスタッフには小池が焦りと飽きを感じているのが分かったというと、NHK や他の民放とは違って、所詮テレビ東京ですから全国区にはなれないと、他局では次々と若い女性キャスターが出てきて小池さんよりも脚光を浴びていたと、彼女は収入面でもテレビ東京に不満を感じていたと、ここにいてもしょうがないと見切りをつけていたのだと思うと、テレビ東京社員と。男性キャスターは40代50代と年齢を減るにつれ、重用されていく。しかし女性にこの法則は当てはまらないと、当時は40歳が上限と言われていたと。その上、ハイビジョン化で映像の質が格段に上がることになり、年配の女性キャスターの間には不安の声が上がっていたと。小池は自分よりも若い女性が隣に並ぶことを極度に嫌がっていたというと。この頃、小池は財界で活躍する女性経営者の奥谷玲子に、私もビジネスを始めてみようかしらと漏らしたという。奥谷が語ると、私の世代で仕事している女性というものはこれといった一芸を持っている人たちが多いと、小説家だとか漫画家だとかそうでないとなかなか難しいと。でも小池さんには深い専門性はなかったと。だから彼女は必然的にトラバーユを繰り返すんだと思って見ていましたと。居場所を次々と変えていくと。テレビ界は華やかで水があったと思うけれど、女性は40歳までという使い捨ての世界だから早く次を探したいと焦っていたのだと思うと。で、次の説ですね。この人と結婚したい相手は東大助教授と。40歳という年齢の壁が迫ってくる中で、彼女は冷静に次の転職先を探していたと。彼女には何をやりたいというものはなかったと。ただし人から羨ましがられ、スポットライトを浴び注目される仕事でなければ満足できなかったと。キャスターよりも華やかで敬意も払われ、40歳以上の女性でマスコミに取り上げられるような職種は何かと。私生活では女性にしろ男性にしろ親しい人の影が相変わらず見えなかったと。独身の彼女には
男性たちとのこれそれなりの付き合いがあったことだろう。だが彼女は親しい人にもそういった私生活はあまり明かさなかったという。池内は言うと、男性の影は全く感じられなかった。彼女もそういうことは、そういうことは仕事仲間の 僕らに話さなかったしね。だいたい過去に結婚してたことだって僕らにずっと内緒にしていたぐらいだから。ある日それがよそから分かってものすごく驚いたんですよと。そういう点では、徹底して秘密主義だったのかもしれないと。一人の男性と長期にわたって交際している様子は全く見られなかったという。時間をかけて愛を育んでいくような余裕や感性が彼女には欠けていたのかもしれないと語る人もいると。キャリアを築く上で独身であることが有利に働くこともあっただろう。結婚願望のようなものは彼女から感じ取られなかったと多くの人が口にすると。だからこそ知人たちは小池から付き合っている相手がいると告げられた時、まずそれだけで驚き、次に相手の名を知らされてさらに驚いたというと。相手の男性もまたマスコミ界では知られた人であったと。小池から直接相手の名を聞いたという人はこう振り返ると。彼女から彼東大の助教授なの、英会話もフランス語もペラペラなのと聞かされたと。とても嬉しそうで、その時同時に彼女の学歴コンプレックスを感じたと。小池が珍しくのめり込み結婚まで望んだ相手はテレビによく登場する国際政治学者の東大助教授、実名出さないね、増添っていうので。男性は小池よりも4歳と年長で、当時は40代の前半、2度の離婚歴があり、大蔵省に勤める女性キャリアと協議離婚してからまだそう時間は経っていなかったと。この東大助教授の男性と小池には共通点が多かったと。共に上昇志向が強く、野心家で有名になりたいともがいて生きてきたと。故郷を離れて東京での成功を求め、テレビ界に居場所を得たが、まだ満足しきれず、飢餓感が満たされずにいると。二人の家庭環境や生い立ちにも似たところがあったと。男は貧困の中で立身出世を願って机に向かい、そのために学歴を求めたと。小池もまた学歴を武器にしてきたと。助教授の父親はかつては炭鉱に関係した事業家だったと。小池の父が中東で求めたのは石油、男の父が九州の山間部で求めたのは石炭であると。男の父も政治家に憧れ選挙に出たが落選、その後生活に困窮して八百屋を営んだ。小池の父もまた落選し、その後カイロで日本食屋の店長になったと。小池も助教授も昭和20年代に生まれ、占領期から日本が復興を遂げる中で、商売に失敗した政治好きな父の下で成長したと。それゆえか強い野心を抱き、金には非常にシビアな人間になったと。惨めな過去と決別したいという強烈な思いを原動力にしたと。英語や外国語を話せるようになりたい、外国に行ってみたいと強く夢見た点も2人に共通すると。男は高校進学も危ぶまれる中で、奨学金を得て東大に進学すると助手を経て助教授に。だが彼の野心は学者の道に、先進することはでは満たされなかったと。テレビに出ると面白いように金が入り、女性たちが群がってきたが、それでもまだ十分でないと。彼は政治を研究するのではなく政治家そのものになりたいと欲するようになると、権力そのものへの憧れがあったのだろう。父が目指し挫折した道での成功を彼は夢見ると。今は官僚となった元ゼミ学生はこう振り返ると。ゼミの飲み会ではビールジョッキを掲げて総理と学生たちが叫ぶんですと。先生は将来の総理ですという意味を込めてと。田原総一郎が司会を務める朝までテレビ、ビートたけしのテレビタックル、サンデープロジェクトといった政治討論番組の常連になると彼は
強い口調で現役の政治家たちを言いまかしたと。北海道に別荘を購入すると彼は小池と週末を過ごしたと。2人の蜜月はしばらく続いた。40歳の壁が迫ってくる中で結婚を望んだのは小池だったと。小池はみんなに恋人を結婚相手として、披露したいと考え、高村健一が所有する温泉付きの別荘でのパーティーを開くと知人たちを数人招いた。ところが夜酒が入り、次第に宴席が荒れていくと。ついに酒乱気味の男性が助教授を殴りつけたと。で、助教授は口の中を切り、小池は慌てたと。殴った男性は酔いつぶれて寝込んでしまうが、翌朝小池に、横っ腹を蹴られて目を覚ますと。小池は激しく怒っていたという。それが原因とも言うわけではないだろうが、助教授は小池から離れていったと。周囲に交際を不意調していただけに、小池にとってこの破局は屈辱だった。だがそれにしてもなぜ助教授は小池から離れたのかと。両者の交際を見ていた人物はこう回想すると、とにかく彼はものすごくモテていましたから、東大助教授という肩書きが今よりもずっと魅力的に映った時代でしたし、その上テレビ論壇のスターでしたから収入も破格だったと。IT 長者なんてまだいない時代ですと。高学歴のキャリアウーマンや華やかな職業の自立した女性たちが彼との交際を望んで寄ってくる。彼はそういう女性たちと次々付き合った。でも彼女たちと結婚しようとは思っていなかったと。結婚するならお嬢様風の女性と考えているようだったと。助教授はあっさりと小池を切り捨てると、ずっと年下の著名なお嬢様学校を卒業した女性を妻に選んだと。高難女子の小池の同級生のような裕福な家庭で親に大切に育てられたキャリアウーマンタイプではない愛らしい女性を、そして見事に彼は落ち着き家庭の幸福を手に入れたのであると。その破局から数年後、国会議員になった小池は自分の失恋経験をわざわざ関西のテレビ番組で自ら披露していると。キャスター時代の頃です、私はある男性と約1年間お付き合いをしていましたと。その方はとても素敵で前向きの生き方をしている人でしたと。いつものように会ってデート、その時もまた電話するよと言って普段と変わらない感じで別れたんですと。ところがいくら待っても電話がないので意を決して小池から電話を入れた。すると相手からこんな言葉が返ってきたという。何か用なぜこんな話を自らテレビで明かしたのだろうと。復讐だろうか、自分は忘れていない、自分が見下したことを決して自分を見下したことを決して許さないと知らしめたくてしたことなのかと。テレビでこの失恋話を語った時、彼女は国会議員だったと。そこにおそらく意味があるのだろうと。政治家になること、それ自体が彼女にとっては自身を見下してきた人々に対する復讐だったのではないかと。見返してやりたいという思い、その中にはこの助教授も含まれていたはずである。それからも政治家になるということはこの助教授の夢だった。そもそも政治家になるというのはこの助教授の夢だったと。小池は男の夢を取ったのだと。彼がなりたくてもなれずにいるものにいとも簡単になってみせたと。そしてかつて自分を見下した相手をも見下して見下ろし返したのだよと。見下ろし返したのであると。相手を見下ろすためにはまず自分が一度高めに登らなくてはならない。だから彼女は上へと登り続けるんだろうかと。その後助教授も東大を飛び出して政界入りを遂げると。自民党の国会議員となり大臣となり、さらには都知事となった。だがこの座もまた勝って自分が捨てた女に奪われることになると。助教授の名は増添陽一である。あ、出てきましたね最後。ということでなかなか面白いですね。ということで第3章が終わって、来週月曜日から第4章、政治家のチアリーダーと、政界のチアリーダーと、ここを読みますね。ちょっと長かったですね。
そして、2冊目の本ですね。この本面白いですよ、抜群に。鈴木慶子著、新天皇の時代は世界大崩壊の時代となるということで、今日はですね、第44回目、日本国民はロシア、中国、北朝鮮、韓国をどう見るべきかと、それとプーチン大統領は地球支配階級を凝視すると、この2つの説ですね。これ読みますね。第7章なんです。新しい、プーチン大統領はロシア帝国を浮上させるという新しい章。日本国民はロシア、中国、北朝鮮、韓国をどう見るべきかと。2020年、現代世界における日本国の敵国、日本側との間に様々な問題を抱えている国家はロシア、中国、北朝鮮、韓国だと。日本国とそれら各国との間には領土問題を含め解決不能な問題が数々あると。そして近未来の世界のことを思うなら、それらの問題はやがていつかは軍事問題として火を吹くのではないかという懸念があると。さて、このことを指摘した上で本書では何が言いたいかと。投資1、ロシア、中国、北朝鮮、韓国は敵ではないと。投資2、ロシア、中国、北朝鮮、韓国は地球支配階級に利用されている国家であると。以下では本書の立場から重要ポイントを述べておくと。まずはロシアから始めようということで、プーチン大統領は地球支配階級を凝視すると。第二次世界大戦後の世界は東西冷戦の世界だったと。西側陣営、資本主義陣営に属する日本国は東側陣営、共産主義陣営と対峙したと。東側陣営の親玉はソ連であると。そしてそれらには中国や朝鮮を含む共産主義国家が数珠玉のように連なっていたと。戦後の日本国民にとって東側は恐怖の陣営だったと。1991年ソ連は崩壊してロシアになったが、日本国民にとってソ連もロシアも同じであると。その意味は安心できない国家ということだと。なぜならばソ連が奪った北方領土はロシアになっても帰ってこないと。日本国民にとってソ連とロシアは同じであると。このような視点は間違いではないかもしれないが、正しいとも言えないと。なぜならば本書の立場からはソ連とロシアは完全に別の国家だからであると。細かい話は後回しにしてここでは結論だけを述べておくと。ソ連を作ったレーニンは地球支配階級の手先だが、ロシアのプーチンは大統領はそうではない。彼は地球支配階級と戦っている人物とであるからといってプーチンが日本国の味方というわけではないと。彼はロシアのために戦っているのであって日本国のために戦っているわけではないと。彼は日本国を見ているわけではないと。彼の視点は日本国の背後に存在する米国を凝視しているのであると。さらには米国の背後に存在する地球支配階級を凝視しているのであると。安倍晋三の背後には米国が存在する、さらには地球支配階級が存在すると。そんな人間安倍晋三を相手に北方領土を返還するわけにはいかないということですね。当たってますよね、これね。で、来週月曜日は次45回目、日本国民にとってロシアは敵なのかと。それからロシア帝国は穏健な国家だったと。この2つ読みますね。ということで、なかなか面白いですね。ズバリズバリと本質をついてますよね。ということで、今日読んだところのタイトルだけでもアップしておきます。最近の舛添氏の発言がまともに見えると。というか他の安倍とも文化人が痛すぎるという。そうですね、舛添がなんか一皮向けたんですかね、これね。まともなことを結構言ってますよね。 K さん、広島長崎に原爆を落とした本当の訳という YouTube ですか。から K さん、最果てメモ、Imagine and Thinks、 原子爆弾の秘密、
それからカダフィ大佐が日本へ向けた2つの言葉、6丁目の里、カダフィ大佐も日本に向けて言葉を発してんですね。カダフィ大佐が日本へ向けた2つの言葉と、そうですね、 K さん、ヤフー、 K さん、コンティニュー声、実態はそんなものということですね。今日読んだところ、石井太鼓長、舛添っていうのはモテたんですね。で、二つの説ですね。-6、それから鈴木恵子さんの本、ですね。ということで、現在時間が1時間2分経過ですね。20名様、全体で51名の視聴される方、コメント数が38件ということですね。そして今日の一言、今日の一言、これはあれですね、キューバ、現在でもキューバでは毎年8月6日と9日に国営放送で特番を組み、初等教育で広島長崎の原爆投下について教えていると。すごいですね。やはりゲバラが直接広島に来て、喧嘩したということがずっと続いてるんですね。今日の一言、素晴らしいですね。日本より熱心に広島と長崎の原爆投下のことを教えてるんですね、小学生に。そして、新型コロナウイルスの最新情報、 NHK 7日、すごいですね、1584人が感染ですよ。これはもう完全に GoTo トラベルの結果ですよね、これね。責任取ると、安倍、菅、菅官房長官。で、7日はこれまでに全国で1584人の感染者の発表があったと。1日の感染者の発表としてはこれまで最も多かった先月7月11日の1580人を超え、過去 最多となったということで、国内で感染が確認された人は空港の検閲などを含めて45,878、クルーズ船の乗客乗員12人で合わせて 46,590 と。で、亡くなった人は国内で感染した人が1039、クルーズ船13合わせて1052人と。そして東京都はプラス462人で 15,107、 大阪府がプラス255で 5,396、 神奈川プラス107で3057、愛知プラス158で2836、福岡プラス140で2754、埼玉プラス50で2735と、千葉がプラス65で2051、兵庫プラス49で1533ということで、軒並み、新感染者が激増しているということですね。これは NHK。 そして、AFP8月7日付の世界の最新情報、
で死者数は70万8000人を超えたということですね。で世界196の国地域で少なくとも1884万3000人の感染者と。それで、5日世界全体で死者が6863人、感染者が26万2100人増えたと。で被害が最も大きいのは米国、これまで15万8200人が死亡、感染者が482万4000、次いでブラジル、死者が9万7200、感染者が285万9000、メキシコ、死者が49698、感染者が45万、英国、死者が46300、感染者が30万7000、インド、死者が46699、感染者が196万となっている。で人口10万人あたりの死者数が最も多いのはベルギー85人、次いで英国68人、ペルー61、スペイン61、イタリア58と。で中国本土で発表された死者数は4614と、感染者数が84528というふうになってますね。NHK とそれから AFP のタイトルだけ、GoToトラブルだね。まだやんのかね。これほどはっきり大失敗だということが分かってても反省しないんだよ彼らは。反省し訂正し過ちを繰り返さないということが絶対できないんだね。戦前の日本軍と同じですね。最後まで行くつくとこまで行かないと大悲劇が起こって、国民が大損害を受けるというところまでいかないと彼らはやまないというとんでもないことになってますね。そして今日のトピックス、君たち日本人は腹が立たないのかと。チェ・ゲバラは広島の原爆資料館で憤ったという、ハフィントンポスト8月3日、なかなかいい記事ですよね。タイミング的には他のメディアが言わないことをちゃんと言いますね、これね、ハフィントンポスト。キューバ革命の伝説的英雄として、知られるエルネスト・チェ・ゲバラと31歳の時に広島を訪問した。革命のわずか半年後、1959年7月25日のことだったと。で国立銀行総裁として通商代表団を率いての来日と。あ、そうなんだ。で当初のスケジュールでは広島訪問の予定はなかったと。しかし8月6日の原爆投下の日を前に他の日程を全て犠牲にしても慰霊碑、原爆慰霊碑に献花したいというゲバラの強い願いから予定は変更と。フェルナンデス大尉と駐日キューバ大使の2人だけが随行して大阪から急遽広島に向かったと。交通機関は夜行列車で行ったという説と飛行機を利用したという説があり、はっきりしないと。で県庁職員ゲバラの問いかけにギクッとしたと。ゲバラらが原爆慰霊碑に献花する姿を中国新聞のカメラマンが撮影していると。花を手向けるフェルナンデス隊の後ろで戦闘服のゲバラはうつむい加減で直立していたと。その後一行は原爆資料館を約1時間かけてじっくりと見学したということで、これですね、中国新聞が撮った写真ですね。チェ・ゲバラとそれから駐日大使とそれから副官でしょうね、なんとか大尉と。でゲバラは館内のさまざまな原爆被害者の陳列品を見る中で、それまで無口だったゲバラが不意に通訳担当の広島県庁職員の三口っていうのかな、
建造士にと英語で問いかけたことがあったと。君たち日本人はアメリカにこれほど残虐な目に遭わされて腹が立たないのかと。ゲバラが原爆の惨禍に憤りを見せた瞬間だったと。三好徹氏のチェ・ゲバラ伝、造訪版文春文庫の中で、三口氏は目がじっと澄んでいる人だったことが印象的ですと。このことを言われた時もギクッとしたことを覚えていますと回想していると。で、平和のために断固として戦うにはこの地を訪れるのが良いと。広島訪問時、ゲバラは妻のアレイダに宛てた絵はがきを送っていると。毎日新聞によるとそこには以下のように書かれていたというと。私の愛する人、今日は広島、原爆の落とされた町から送りますと。原爆慰霊碑には7万8000人の死者の名前があり、合計は18万と推定されていますと。平和のために断固として戦うにはこの地を訪れるのが良い。法要をチェと。ゲバラは1961年にキューバで工業省に就任したが、やがてキューバを離れたと。1967年にボリビアでゲリラ活動中、政府軍に射殺されたと。39歳だったと。ゲバラが原爆の恐ろしさを伝えたこともあり、キューバでは原爆教育に力を入れるようになったと。2017年の産経、ウエストは、現在でもキューバでは毎年8月6日と9日に国営放送で特番を組み、初等教育で広島長崎の原爆投下について教えていると報じていると。こういう記事ですね。なかなかいい記事ですよね。から2つ目、ニューヨーク州全米ライフル協会の解体求め提訴、金融不正の疑いって、これ画期的ですね。全米ライフル協会の幹部4人が会員から集めた会費を、莫大な金額なんですね、これを横領したという疑いで、ニューヨーク州の検察が4人を司法長官ですね、数千万ドル、数十億円のを着服したということで、提訴したと。で、NRA、全米ライフ協会の影響力は非常に強力なため、数十年も野放しになってきたとし、 NRA では詐欺と乱用が横行しており、法を超越する組織はないため、私たちは今日 NRA の解体を求めると述べたと。これはすごいですね。画期的ですね。トランプがまた動くんじゃないですか。NRA の起訴に反対して。まさに金融経済から資金が大量に流れているという典型的な組織ですよね。それから育法者歴史公民教科書採択と、藤沢市教育委員会、その前に名古屋か、藤沢市ですね、21年度から東京書籍版にということで、神奈川新聞、これは7月31日付ですね。で、横浜でも昨日取り上げましたけど、育法者の歴史教科書が不採択になったということで、だから名古屋の教育委員会も不採択してるんですね。だから全国的に不採択の波が開始されているという安倍晋三の歴史教科書、修正歴史主義の教科書が一旦は採択されたんですけど、今回、全国で、不採択になっているということですね。神奈川新聞、そして次に、これは
これか、東京、大阪、藤枝、横浜などでの移行者不採択、東京もそうなんだ。大きな流れに希望と勇気をもらいながら、名古屋の採択が危ないと訴えてきましたが、名古屋でも不採択になったという。これはあれですね、小野正美さんという方の今日付けのメーリングリストですね、 CML。 これで、移行者が名古屋市で不採択になったという話ですね。こっちか。東京でも不採択になったみたいですね。それから横浜じゃないや、藤沢教育委員会が不採択と。そして次、抗議殺到、イソジン吉村と大阪モデルの化けの皮が剥がれると日刊現代。イソジン吉村って言うんですね。うがい薬がコロナに効くというデマを流して、店頭からイソジンのうがい薬が消えちゃったという。大阪の人っていうのはすぐあれなんですかね、こういうデマに騙されるんですかね。吉村、イソジン吉村のデマに、田中隆作ジャーナル、今年も朝鮮人虐殺に、追悼文送らずと小池すり替えた、オールライブズマターにすり替えた小池議事という本。あいつはもうあれ日本会議ですからね。典型的な歴史修正主義者であり、排外主義者ですよ。極ですよ、あれ。いうことで、イソジン、はい。イソジン吉村と。それから最後、日本のコロナ死亡率、欧米より大幅に低い 7.5% と。持病の少なさ影響かっていう産経新聞8月6日。これは持病っていうのは、例えば糖尿とか高血圧とか、 あるいは心臓病とかですね、等々の合併症で死亡する場合が多いんで、日本の場合はその合併症を患ってる人の率が少ないから、結果として、死亡者が少ないんじゃないかという研究発表が出されたっていうのをということなんですね。だからその可能性はあるかもしれないですね。で、今日の重要情報ですね。安倍首相の原爆の日会見で暴力的な質問封じと、官邸の報道室職員が朝日新聞記者の挙げた腕をつかみということで、ここまで来ちゃったんですね。トランプよりひどいね。トランプは会談を中止するって言って自らその場を立ちたんですけど、日本の場合は内閣報道室の職員が暴力的に出てきてるということで、よっぽどあれですね、安倍の具合が悪いんでしょうね。ということで、今日金曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間19分ですね。視聴者が同時期で19名様、全体で57名様、コメントが51件ですね。で、たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、今日金曜日の放送は、
現在日本時間で23時11時8分ですね。相対的に早いですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした、砂月院さん。ということで明日土曜日日曜日はお休みですので、来週月曜日またできるだけ9時半までに放送開始したいといつも言ってますけど、よろしければまた合流してくださいということで今日の放送これで終わりです。お疲れ様でした。